今日カープの先発は河野でした。1回の表ランナーは許しましたが、上々の立ち上がり、タイガースを無得点に抑えます。一方のタイガースの先発は富田です。こちらもランナー出しましたが、4番の林ここを抑えて上々の立ち上がり。そして3回の裏です。途中出場の二俣、今日の最初の打席、レフトへ高々と上がった打球がレフトフェンスを越えていきました。カープ先制のソロホームラン、二俣のホームランでこれで1対0、1点をカープが先制します。そして4回の表、川野が3回に続きこの4回も三者凡退に抑えまして、1対0とカープリードで続いていきます。そして5回に3番秋山、今日復帰第3打席でライトへヒット、復帰初戦で見事にヒットを放ってみせました。さあそして7回です。ハイマタギの矢蓋から渡辺亮が左中間へ放り込んでいきました。同点のソロホームラン、7回にタイガースが1対1に追いつきます。そして8回の表、ワンアウトランナー1塁3塁、岡田がピンチを迎えましたが、ここを6本3のダブルプレー、ピンチをしのいで1対1、そのまま延長に入ります。タイガースは2アウトランナー2塁1塁というチャンスを作ったんですが、得点できず長谷部が踏ん張ります。そして10回の裏、カープにサヨナラ勝利の期待がかかります。タイガースはピッチャー小林、その小林からチャンスを何度も作って、最後は2アウト満塁、バッター途中出場の木下、最後はショートゴロ、あと1本が出ず、両軍ともに1点を取ってからのホームベースが遠かったという結果となりました。カープファン限定空間、カープ券誕生。豪華ゲストと双方向でのやり取りを楽しみながら、1軍2軍のカープ主催試合をライブで視聴。詳しくはスカパーカープ券で検索。